川流山線の、ここは神コーナーかなのあたりにおります。今日これからですね、昔、かなり昔通った、草加の、柿の木ですね、中川沿いのくねくねした道を久々に走ってこようかなと思います。では行ってみます。橋のところまで来ましたね。今更ですが、この GoPro 7、ヒーロー7のシルバーは外部マイク入力に適用してないことがようやく分かりました。今改めてブラックを購入しようかと検討しております。
ないみたいですね。残念ですね。すると吉川橋になります、今吉川橋は架け替え工事中なので、新しい橋を架け替えて今仮の橋が脇に立っております。じゃあ行っちゃってみましょうか。
柿の木をまっすぐ来るとですね、このちょうど橋の下、あたりをずっと抜けてこられたんですけどね、今は通行止めみたいですね。しかも二輪車通行止めになってますからね。ここまっすぐが新しい橋ですね。完成するんでしょう。あそこですね、柿の木。あ、確かに道がなくなってますね。通り抜けできませんわ。この新しい橋のところにですね、昔、もっと低いところに吉川橋がかかってます。高いよ。
言われると思いますが、またです。また行きます。なくなっちゃったかな。